アメリカのサービス業の景向感を示す5月の ISM 非製造業景気指数は53.8と、前の月から4.4ポイント上昇しました。去年8月以来9ヶ月ぶりの高い水準で市場予想も上回っています。項目別では事業活動が10.3ポイントのプラスと大きく上昇したほか、新規受注や雇用もプラスでした。 一方、物価を示す支払い価格は低下しインフレの緩和傾向が示されています。